50分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに外環を三郷方面へ向かわれる方にお知らせします。目黒ジャンクションを先頭に和光エレベーターまで4キロほど交通集中のため渋滞しています。引き続き北海道道を宇都宮方面へ走行中の方にお知らせします。太田柚塚インターの先26キロポスト付近の太田ゴールドパーキングエリアに人が侵入したとの情報があります。